神田事件は、ホーリネス分裂事件発生時に、ホーリネス神田教会の所属をめぐって1936年に起こった騒動のことである。1936年9月23日に、日本ホーリネス協会の中田茂治監督が、聖書学院のご教授に送った書簡により発生した、中田監督の再臨とユダヤ人問題に関する、新方針問題をめぐり、 その是非を問うために、車田修二、米田豊、小原十三つかさら総会上知委員会が、臨時総会を招集した。1936年10月25日から、翌日まで、淀橋協会で、臨時総会が開催され、10月26日に、新都大議員の境助作の発議によって、中田茂春の監督会食の案が上提されて、 ほとんど全会一致で決定された。全監督としての優遇は保障されたが、監督解職に伴い、委員会制度が設けられて、ホーリネス協会年則に付加させられ、車田修司小原十三氏米田豊、一宮正吉、菅野英が選挙で委員に選ばれた。ホーリネスの運営体制が新しくなったが、中田は、 臨時総会における監督解任の方法を非合法であると主張した。中田前監督を支持する者補半数近かったので、ホーリネス協会は分裂することになった。神田事件が発生した、ホーリネス神田協会事件直後、11月23日に、中田の友人桜漠五郎は、常時委員会に注意を促すという文章で、臨時総会の非合法性を訴えた。 その後、中田側と委員側の双方から、この事件に関して、互いに正当性を主張し合う声明が出され、対立は深刻さを増した。ついには、中田側が臨時総会を無効とするために、民事訴訟を起こすことになり、1936年の和教分離まで分裂状態は続いた。事件直後も、中田は、 臨時総会以前のように各地を旅行していたが、この旅行で、中田が東京にいない時にこの両者の対立の象徴する出来事として、神田事件が勃発した。1936年11月13日委員側が、神田協会の副委員士に、田中誠三郎の代わりに、伊豆田誠一を任命した。しかし、神田協会の臨時総会は、中田支持を決議した。 一方、中田は、11月14日に、神戸に赴き神戸のホーリネス大会に出席する。その途中で、北川博と自由メソジストの金田数男と、面会して、この事件について語ったり、11月16日には、北九州に行く途中で、香川豊彦と一緒になり、香川は中田を批判した。中田は、福岡の吉塚の教会に行き、 中田派の安藤中市に工事を託した後、下関により、大阪で、土山哲次、京都で、北川広史と同じ列車に乗り帰京した。車田修司ら教職者の法ス、神田協会玄関での集合写真神田協会の臨時総会は中田を支持したが、これに対して、委員側では、神田協会堂を財団財産として守るとの意見から、 委員側で数名の副委員氏が11月21日より、会合を選挙し、11月25日午後、市宮正吉を招いて、集会をした。そして、26日の日曜日午前礼拝に、市宮正吉、午後には、車田修二、夜は、米田豊の担当の下で集会を開くことを、報告したが、田中誠三郎の方でも集会を開こうとし、 一つの街道で、中田監督側、委員側の双方で礼拝を持とうとして騒動が起きた。この事件は新聞に掲載されて、神様あなたの子供たちが争っていますと書かれて、キリスト教会のイメージを損なった。日本における、福音派の歴史129ページ、日本キリスト教宣教師。ありがとうございます。